えーの、コンプライアンス守ってるってやばい、やばい。変な声の鳥がいる。おはようございます。ラスベガス2日目の朝でございます。これからグランドキャニオンを目指していく、目指していく。ガス早くてバチバチでやるね。いいね。もがないんだよ。誰も運転してくれねえのか。今日は運転するか。お、フラップ誰もしてないよ。あ、してると思うよ。俺もいい。あ、全然ありますよ。ありますね。今トイレの水を排水しました。はい、オッケー。坂のタンクと、あとはキッチンの排水をして、うん、準備していく。はい、畳んでいく。うん、始めていく。おはようございます。おはようございます。本日はアメリカ4日目。4日目うち2日をラスベガスに過ごして、魔性の国だね。いろいろ溶かしてね、ゆうちゃんを含め俺ら全財産を託して1日目あのラスベガスので昨日取り返すよって言ってまた全財産を失って、このスパイラルに入った。本日はグランドキャニオン、よいしょーからのセリグマン。セリグマン、セリグマンとはなんかカーズの街ですね。おー、いいね。うん、こう目指して上がっていくっていうのかな。そうだね、上がっていく。うん、こう目指して、はい、まあ、安全の旅に、ね、ただ明日リュウちゃんに帰国だから、うん、なるべくそれ見終わった後にロサンゼルスの方に戻らないといけないから。了解です。今日はハードなってる。はい、確かに安全運転で行きたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。本日も快晴でございます。まだ4日間来て1回も俺雲みたいな。うわー、朝日が気持ちいい。イエーイ。まずはこちらでレベリング一つのやつを今上げています。 OK OK Let's goそれでは本日もやっていきましょう。レッツゴー。イエイイエイイエイ。今日も天気が良すぎますね。ねえ、ここは24時間出入りができるから、うんうん、ね、夜結構本当に夜中に入ってくる人もいれば、ね、こうやって俺らより早く出てくる人もいるし、うんうん、それでは向かっていきましょう。4時間17分のアンストップ。オーケー。あ、素敵な RV パークでしたね。すごかったね。うん、キャンピングカーの中で過ごすのめちゃくちゃ楽しかったね。ねえ。おいっしょー。オアシスラスベガス。オアシスラスベガス RV パークありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃオアシスだったぜ。オーケー。お掃除ですか。そうなんですね。なんか虫がついてるもんね。結構汚れた。うん、あらさらす。給油をね、グランドキャニオンの方は給油所があるかわからないんで、うん、ここでマンツーにしていきたいと思います。オーケー。レガー、レガーまた会います。
ございます。ハイウェイに乗っていく、合流していく、レッドゴー。すげえ、朝気持ちいいね。気持ちいいよ。今まで毎日11時に乗ってたからね。今日6時に乗ったもんね。皆さん調子は結構上手。イエーイ。朝も早いんでガンガングランドキャニオンまで行きましょう。レッドゴー、レッドゴー。おい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 、何あれ、すげえ、川なのか湖なのか、えぇ、こんなに、こんな山、まだ荒々しい中ねえ、急に水が出てきたね。オアシスが現れましたよね。えりゅうちゃん、これ何ですか。これはね、コロラド川。コロラド川。めちゃくちゃ寄り道してって結局8時間ぐらいかかっちゃうんでしょ。明日りゅうちゃん帰れねえわ。ごめんごめんって徳さんに言っといて。では続いてお願いします。はいよ。イエ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 イ。すごい、さっきとまた全然景色が違うね。ねえ、そしてアリゾナ州に入りました。イエイエイエイ。すげえ、もうグランド、右右右右、もうほぼグランドキャニオンよね。これよりあるのか、すごい絶景が待ってる。そうね。ね、なんかあのすごい高いし、すごい深いくてアメージングだって言ってたもんね。おい、タクシーのうんちゃんが。Very deep, very high. イエーイ。そこまで行ってみましょう。Let's go。この立て付けがめちゃくちゃ悪いんだよ。いや悪いんだよ。まずこのロックが緩いから。これが緩むとドアが閉まらないんだよ。うん。来た？でもずっとスポンサー押さえてるって。本日どうだ？仕事中。終わったか、ちょっと行ったかも。来た？オッケーオッケーオッケー。マドマイスター。ドアだし。ドアだし。ドアだし。今アリゾナ州だと思うけど、そこを走ってるんですけど、ちょっと景色が変わらないんですよ。ずっと同じですね。地平線ですね。これ俺ら進んでる？これ進んでんのかな。ランニングマシンみたいになってない？ぐる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 進んでる感じがしない。ずーっと一緒ですって。すごいね、こんな道走ったことないから、やばいよ。どう、リュウちゃん隣楽しい？いや、隣が一番いい。座席が一番楽しい。ね、すごいよ。何も景色が変わりません。変わりません。果たしてたどり着くんでしょうか。ね、ずーっとここにいるの。少し景色がちょっと変わってきましたね。そして道がめちゃくちゃ悪い。ガタつきますね。違う、もうこの辺プカ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 。大丈夫？怖い怖い怖い。で、なんかあのさっき ABS のチェックランプ、あと横滑りランプがついちゃったから、止まれるところでブレーキの確認をしていきたいと思います。おだめおだめ、怖い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 。ちょうど止まれるね。これちょっと経験しよう。はい、じゃあ経験なんで一回止まり。一回切ります。うん。エンジンかけます。はい。どうだ。ああ、つくね。うん、あ、でもつくね。なんとかやって今。データシェアリング。ヒルスタートアシストノットアベイラブル。ヒルスタートアシスト。あの坂道で。坂道発進ができない。うん、まあ、問題ないね。今この ABS と結局横滑りが消えないんだけど、うん、日本時間だと今1時50分ぐらい、夜の。うん、友達が出て、うん、あの車屋の。うん、さっきあのすごい道が悪かったから、そこで横滑りが出て。いやね、で、それで ABS のランプがついたんじゃないかっていう話らしいんです。うん、で、普通だったら、ある程度走ると消えるらしい。うん、
なんか車検場とかのなんかあのくるくる静止しながら走るやつあるじゃん、うん、あれだと結構これが表示されるんだって、うん、だけどある程度走ると消える可能性が高い、うんうんうん、でもしも消えなかったら、うん、もうあとは診断器を通して、まあ、コンピューターで消すしかないし、まあ、ブレーキは今のところね問題ないから、うん、ちょっと様子を見ながら高齢止まっててもそうですね、うん、Let's go! Let's go! トラブル、トラブル消えた、消えた消えました、無事ここにあったやつがね、やっぱ誤作動しただけな、だけみたいな。そう、なんかここどっちありがとうございます。よかったさすが整備士だ。じゃあ安心して。そうだね、それでね、うん、クルーズコントロールが使えなくなってた、うんうんうん、それが反応してから、うん、それが、これがあるとないと全然違うから仕事つねすげえ、めちゃくちゃアメリカっぽくなってきたよ。アメリカどうやら我々今封筒 56 入ってるみたいですね。見て見て見て、隣も貨物列車が2段で走ってるよ、ね、並走してます。並走してルート66って書いてある、ね、うん、おそらく乗ったっぽいですね。ね、ルート66を通ってるよってことなんだな、うん、全然違う、ちげえよっていう時は教えてくださいと思ってここはまだちげえぞ。見えてきました。見えてきました。中国中国ですか。え、中国行っちゃいました。なんか景色が緑が出てきたから見えづらくなってくるのかな。確かに、でもちっちゃいね。りゅうちゃんの10本ぐらいしかない。大きいな。じゃあ大きい。ウィンカーはこっちか。そう、左のウィンカーだね。もう左手しか操作しないって、本当に。クルーズコントロールをもし使うんだったら、その左手のボタン。その左手のハンドルのボタン。あ、これか。その下。これか。オンにして、うんうん、セット。セットっていうボタンで。はい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 。で、セットしたら、上に上げればスピードが上がって、うん、下にやれば下がって。クルーズコントロールしてる間はアクセルが勝手に行くって感じじゃん。そう、ブレーキも勝手に。ブレーキは勝手に行かない。うん、じゃあブレーキにずっと足を置いときながらって感じ。そうそう、でブレーキを一回チョンって踏めれば解除されるから。解除、ああなるほど。まあでも慣れないうちはとりあえず普通に運転するのがベストかもしれないですね。じゃあ初めてのドライブ行ってみましょう。ナビはどうしようか。ナビは勘で。勘で。あれ、これどう出ればいいんだっけ。こう 右だね。右に出ていただいて。ベルト OK? ベルト OK。 巻き込みを確認しながらね。逃げそうかね。よし、そしたらこう右だね。右に左に進みます。ゆうちゃん、これ左車線にいる今。え、右車線に入んないと。あの右と左でこっち側にいないとダメ。あ、そういうことか。そう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 、反対こっち側に入ってくるから。今真ん中に寄りすぎてもね。そうそうそう、真ん中ってのが左側に。とこれからはとりあえず一通だから。はい、了解です。あれ水、あ、ちょっとあれなんかまずいもん倒れました。あ、ダメです。怖い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 。ゆうちゃん見つける、見つける。めちゃくちゃ言ってる。もうちょい左、もうちょい左、もうちょい左、ぶつける、ぶつける。もうちょい左、もうちょい左、もうちょい左。もっと左か。もっと左。ミラーを見ながら、あー左左左。怖い怖い怖い、ぶつかる。怖い。嘘、右もっとこれ大丈夫なんだ。怖い。今白線は、右の白線は、右の白線のどのぐらいにあるのかミラーを、ミラーで確認してください。あ、なるほどなるほど。そう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 。で、ここをゆっくりになって、この後、この後まっすぐ、まっすぐ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 で左で、ここ左回るよ。左、うん、一緒
ゆっくり。もうちょっと左やんないと危ないね。なるほど。うん。これは変わった方がいいかもしれないけど。いやか、ハイウェイ危なそうだね。うん。作戦を確認しながらね、どのぐらいの。左。めちゃくちゃ言ってる。全然わかんない。これは、これは多分。交代した方がいい。ちょっと寄せてもらって。ゆっくり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 。左。嘘でしょ。全然わかんない。ストップ。まとまって。危ない。危ねえ。命死ぬかと思ったね。めちゃくちゃ怖かったね。マジで九死に一生だったよ。本人はやばさに気づいてないだろ。ダメだったかな。全然感覚わかんないでしょ。わかんない、全然わかんない。そう俺も運転手思ったもん、うん、感覚がマジわかんないから。多分さっきの感じだと、うん、このこんぐらいの。こら怖え、こら怖えわ。だから左側めちゃくちゃ空いてるはずなのに、どっちを意識して走ってたかだよね。自分がやっぱ真ん中にいるって。自分が真ん中にいたら絶対ダメでしょ。絶対ダメでしょ。そういう感覚になっちゃった。左の、左端にいないと。左ハンドルにまず慣れてない。だってさ、左ハンドルに真ん中にいたら右はみ出るじゃん。怖え。すごかったもんね。焦ったー。焦ったー。まあ確かに、そうだね。確かにハイウェイだったら、うん、半分になったよ。俺はいなかったよ。半分になっちゃったよ。じゃあこっからね、建築のね、運転で、はい、教習所の先生の気持ちが分かった。すごかったな。じゃあまたすみません、お願いします。本当に本当です。行ってこう。レッツゴー。レッツゴー。あとでまた変わるよ。怖いよ。やめろ。いろんなトラブルを乗り越えて、死の口から帰ってきて、今ようやくグランドキャニオンの入り口に差し掛かっております。ちょっと街が見えてきたよ。ねえ、見てたね。もう近いですよ。オースグランドキャニオンですね。月をつくよ。もうそろそろ。ロサンゼルスも行けるよ。また。スーパーユー。スーパーユー。拠点兵庁立てといたから。そこから湧いてくるから俺。あれどんぐらいだ？あと1時間。1時間ぐらい。この辺なんかエルクっていう動物がたくさんいるみたいです。あのバカでかい爪のやつね、怖いね。ね、もう見たら可愛いんだよ。だって怖いです。じゃああと1時間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 I have no money 昨日すっちまったから Because on the Las Vegas。 U-turn もう着いたっちゅうに。One more time? One more time OK? 財産何回も。僕だよ。すごいね。お竜が眠たいのよ。起きた眠りの竜が。眠りの竜起きた。さっきの運転でどっと疲れてる。ふざけんなよ。確かにそうだよな、ね、死ぬかも知らなかったもんね。ねえ、ほんとだよ。途中なんかあのすごいパーツが散らばってて、うん、自己渋滞だってね。ああ、あったね。でも見るも無残な姿で燃え尽きてたもん。なんかあのああなってたよ多分今日俺が。焦げ焦げだったね。なんかね、荷物とかも。35度で誰かある？俺昨日全部マックスベットしちゃったよ。あ、俺もね、マックスベットしたの昨日。え？カード使えない？わかんない。カード使えない。クレジットカード使えた。だけある。あ、よかった。あぶねえ。今日はクレジットカードまで3分かけるか。もうすべてをね。すべてを。かけていく。すべてをそこに置いてきた。探せ。まだもうちょいね、ちょっと混んでるから時間かかりそうだね。うん。
じゃあまた入ってからかな。はい、そうですね。プライベートピーク35。うん、国際公演だね。そう、そうだね。グランドキャニオン国際公演。じゃあ行きましょう。イエーイ。どうやら日本語の地図をくれるらしいですよ。なんとも親切だね。結構住んでる人なのか観光の人なのかわかんないけど、いっぱいチャリとか歩いてる人がいるね。いるね。だから最高速度が25マイル。よいしょ、スピードリミット15。おいおいおい、キャニオってるんでじゃん。なんかありそうだね。パーキングエリア開きましたね。RV パーキングのとこに止めましたね。やっとこさ、乗用車が結構 RV のとこに止めてるからね。え、勘弁してくださいよ。本当に勘弁してくださいよ。よーし、レッツゴー、行くぞー、テンツレー、おはようございます。イエ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 イ、バガンドコラボーイズ着いたぜ。着いたぜ。ました、ね。今からちょっと作らビジターセンター、うん、見に行く。やっぱグラキャン行きましょうか。グラキャンセフトオートしとかないとダメでしょ。グラキャンセフトオート、すごい日差しだね。ねえ、おいおい、でも気温は今27度。あ、うん、そんなある、ちょうどいいくらい、過ごしやすいですね。ムシムシしてないからね、うん、まだいい。さあ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 、マザーポイントオーバールック。おい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 、こんな名前ねえ、ミニトレイン、いいし、とりあえずこれがボツキストーンですかね。ボツキストーン、ボツキストーン、ボツキストーン欲しい。いやー、見えんじゃない。おい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 、完全にやばいね。あ、ここだぜ。すごい、なんかすごいね、北海道すごいもん。キャニオンってるよ。やばい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 、ドキドキしてきた。すごい、いきなりいきなりいきなり、そんな急に来る来るぞ。いきなり壮大な景色が広がってるよ。うわ、ちょっと下向いて、下向いていく。いや、もう GoPro もじゃあ下向いていきます。まだ見てないからね、俺見てないよ。見てない、見てない、見てない。あ、まだ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 、一回ついて、ついて、まっすぐ、こっち行った方がいいね。こっちがいい、こっちがいい。ここだね、ここだね。これやばいぞ。いきますよ。いきますよ。せーの。おぉ、すげえ。急にキャニオンってる。すごっ。川？川だったの？うん、そうだね、紙なの。今も一番下には川が流れてる。ちょっと見てきてみ。落ち着いてみ。うわ、あっちの方とか。すごっ。あ、ちょっと落ちてみよう。すごくない？すごい。こんなことある？これはすごいな。怖い怖い怖い。ルーちゃん、あそこで修行してきて。あれで逆立ちしながら腕立てするじゃん、あそこで。うちの上にも3年だね。あそこに行ってみよう。ちょっととりあえず先っちょ行ってみる。そしたらあそこ登ってみよう。デプリモ。すごい深い。平均1500m だって。標高差ね。うん。らしいよ。すごい。もうなんか目が追いつかないから、つかないよこれ。本当に壁紙みたいだね。メトリポイントはここです。おお、すげえ。谷底が全然見えないね。ねえ。だってこの上はね、平らなのに。奥？あ、そこだけ。川遊びしに行くか。下まで行く？
ダメでしょ不可能だし、ここ怖いね、そこまでそう気をつけて、気をつけて、そこでジャンプしてみるわ、怖い、これもう何もしてないのにヒュン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 してんだよ、サンパショーズペンすごい、ウォースター銀河、自然が作ったんだもんね、何調べてるんですか、山本さん、グーグルの星ですよ、星ここです、マーサーポイント、星11,131件の口コミで、うん、星 4.9 バカ高いね、バカ高いよ、アメリカの人星5つけすぎ感動に任せてるのね、おいいねって、いやもう星5以上だよね、これはそうだね、こんな見たことないもんね、すごいわ、これどう、大丈夫よ、この後ね、あそこの岩に登って写真撮ってご飯食べる、うん、そうしましょう、オブジェかと思ったらちゃんとリスちゃんだ、すんげえ腰回ってるよ、おいおいおい、かわいいな、食べることに夢中だしてるねえ、ういねえ、ちょっと絶景を堪能した後はいいね、ちょっとビジターセンターでなんかお土産買ったりなんか飯があれば、そうだ飯食いたいね、うん、朝から今日は朝早かったからね、そうだね、何も食べなかったから、うん、まあ毎日朝何も食ってるけどだいたいブランチですもん ね、昨日とかもう3度かしか、うんうん、確かにあやうくあのまま飲み散らかして一日を無駄にするところ危なかった、ちゃんとでもカジノ行って9時半に帰ってきて、えー、あ、ビジターセンター閉まってる、お前ちょっと、あとはご飯お預けじゃない、土曜休み、マジで、いやビジターセンターはご飯屋なかったよ、こっちの方になんか、ね、コーヒーショップみたいのは あっちパークストアって書いてある、うん、あそっちか、いやなんかグランドキャニオンペイものがあればね、そうだね、ちょっとお土産に書いてある、ペイも、いやこれペイでしょ、これペイけど高いの、あ65ドル、あメタルプリントだもんな、なるほどね、素材がペイ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 、ほんとだ、ね、でこれかぶっちゃえば、前までくんグランドキャニオンおじさんですよ、これはダセグランドキャニオンおじさんダメ、これちょっとダサすぎて、きちい仕事すれーになっちゃうロングスリーブか、ショートスリーブ、タンクトップでいいじゃん、タンクトップ、ショートスリーブ、上にあるんだよね、モデルが、あ、上にあるの、うん、イメージが使おうかな、あれ、レッツ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 、グランドキャニオン、ナショナルパーク、オポリー、多分モノポリーか、モノポリーだね、そうそうそう、特別バージョン、へえ。なんか記念に良さそう、これ、まあ、英語勉強するところから始めないと、確かに何も読めないよゲームにいけない、ペッ、ペン、あ、普通にこっちもモノポリーがあるわ、ナショナルパーク、本当だ、ナショナルパーク、トランプもあるんだね、グランドキャニオンシャリー、お、いいじゃん、あれでね、うん、T シャツ1枚で女子っぽく着てあの帽子かぶればグランドキャニオンおじさんですよ、完成早い話、早い話、早い話セット、お酒マン、メイクアップ、どうよ、メイクアップ、いいじゃん、どう気持ち、いや、いいよ、生地感はしょぼいけど I'm here I'm here yeah シューティングスター、シューティングスター、じゃあ行きましょう、ここでじゃあ軽食を買ってセリグマ目指していきますか、テキーラ、アイスコーヒー、メディアム、メディアムアイスコーヒー、テキーラのテキーラ、私はバーゲンドコーラです、バーゲンドコーラ、デリーって何だろう、デリーって何だろう、デリーコーラマインダーじゃん、一緒にしよう、一緒にしよう、
いただきまーす。いただきます。おお、できた。おいしい。わ、でかい、ね。でかいな。あ、思ったより柔らかいし。本当だ。パンの厚みがすごい。うん。どう。おいしい。アメリカンですね。すごいヘルシー。あ、ヘルシーなんだ。うん、本当美味しい。うん。ダイエットできるのかね。出るだし。ダイエットポジションだよ。出るだから。乾杯か。うん。まずは。あ、見て、うまい。あ、なんでですね。やっぱ、うまいね。うまい。さあ、最高の絶景に。キュッブイー。いいか。さっきのバーン。いいですね。レッテエプシュー。どこどこ行けば。うん、怖い。今日初めての食事。うん、今日も今日って3時。今日もこの後はテリグマ。そう。うわ。やば。うん、テリシー。うん。ポテト入ってる。入ってる。いいのか。いいかも。これでいい。感動した。うん。見たことない景色だった。うん、すごかったね。子供たちにも見せてあげたい。バイブ下がったね。ニュースは運転して届けてもらったら、もう多分もう日本に帰ってくる。確かに泣き殻ですよ。無言の曲。じゃあ車回すからって回してそのまま泣き殻で。それは寂しすぎないかね。下ごろしらいしてセールマンに向かっていきましょう。日陰寒いね。ちょっとだね。日向に出ると暖かいけど、ね、湿度がないからね。足も低い。あ、やっぱ金木犀にするね。金木犀ぐらいの勢いで何する？なんだろう。香水なんじゃねえかという上の中には。いやでもここら辺で俺さっきしたよ。うん。花の香りなのかな。金木犀みたいな。トイレじゃね？トイレの芳香剤じゃね？芳香剤ですか。何なんすか。何なんすか。申し訳ありません。すごいね。普通にキャンピングカーで来るのが。当たり前なんだね。うん、ね。なんでみんな持ってんだろうね。ねえ。あ、昔から文化が根付いてるからね。すごいね。今グランドキャニオンどうでしたか。いやあ、すごかったね。最高でしたね。これはもう人生に一度ね見たいやつが見えたから。確かにもう。人生で一回は見た方がいいよな。見た方がいい。絶対に。ね、無料だよ。ねえ。すごいよね。うん、ね。結構なんかテレビ番組では見たことあったけどね。うん、そうだね。そう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 。地球あたりで何回やってるけど、ね。そうそうそう。いやでもあれを体験するのはまた違うね。ねえ、全然違うよね。ね。そして今からセリグマン。セリグマンに行きます、ね。何があるんですか。カーズの街らしいですね。はい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 、映画のあの。ディズニーのカーズね。はい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 、はい、いろんな昔のあルート66っていう通りだから、うん、昔の車がもう廃車でそのまま置いてあったり、うん、街並みがそのまま残ってたりする、うん、結構貴重な場所なのかな。多分ね、ルート66もね初めて見たの。ああ、確かに。さっき通ったかもしれないけど、すでにねまだ気づいてないかもしれない、ね、まだ着陸してないから、ね、じゃあここからテレビマンに向けていきましょう。はい、めちゃくちゃチンダルしてます。チンダル現象というらしいけど、はい、チンダルってこの光が差し込んでるじゃん今雲から。あ、はい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 、これをなんかチンダル現象っていうらしいよ。すごい差してる。髪が折り返りますね。あの多分あそこだけ雨降ってるね。右側の差し込んでるやつだよ。あ、ほんとだ。あんま雨だよ。ねえ、雨っぽいね。さっきも俺らちょいちょい打たれてる、ね、そうそう。あ、これよく見えるんじゃないか。来るか来るか。地上が照らされてるの。おお、おーすごい見えるね。雨降ってるな、それだけ。すげえ幻想的。ねえ、幻想的だね。結構天気の移り変わりが激しいね、こっち。
すごいこっち晴れてるけど、こっちもめっちゃ雨雲で。ゼウス降臨だよ。ねえ。ラスベガス寄るか。これ元気になっちまうぞ。あ、セーリングマン。Welcome to セーリングマン。まばら先生。これもじゃあ今ルート66ってこと？いや、こっから合流するんじゃないですか、ね。あ、こっから合流するんだ。すごい雨。あっちも今度は巡航で。で、幻想的ですね。すごいわ。またちょっと着いたらまた回していきましょう。そうですね。お願いします。すごいすごい。いいパン。パンスナップで来ました。どこに止めればいいんだろう。前の車はなんか路中しちゃってるね、もうね、止められないよね、やっぱ。機中力、かなり待ちた。これすごい。ねえ。なんだろうね。どれ？ねえ。モーテルじゃない？違う違う、どっかの車。あ、これ？違う違う違う、右右右。あ、クラシックか？オッケー。すげえ屋根の高さなんだ。本当だね。かけな。お疲れ様でした。仕事つれー。おはようございます。仕事つれー。行くぞセーリングマン。セーリングマン。すごい天気だね。めちゃくちゃ雨降ってる。今日本じゃ見れない。すごい気持ちいい気候だね。どうなってんの TV。 ここがルート66らしいっすね。うん、アメリカの発展を支えた。すごい裏が RV パークになってましたね。ね、住めるね、普通に。ね、ここでもバーベキューするか。このバーベキューやったら絶対気持ちいいよね。こんな風にセリフマン、キューちゃんカートアリゾナ、皆さん、ね、全然わかんない。俺もすげえ昔見たから。 Welcome to セリグマン。すごい、写真撮ろう。これ撮ろう撮ろう。あ、この構図だきっと。イエーイ。ドタロケ16イエーイ。一番有名な看板どこに大きな看板。え、そちら日本でいう、なんか京都を、はい、こう家屋敷的な、ね、楽しむ的な感じなのかな。歴史が深い町です ね、 ねえ。これ当時です。残してる。わかんない。そうなの。あれ？そう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 。これ当時で残してるじゃん。多分。すげえな、そしたら。カウボーイじゃん。え？なんかない。何度ないの？ねえ、そうだな。カーツやってる場合はね。確かにね。まあ、この辺から来てるんだよね、ディズニーが。そもそも。刑務所。あ、しかも運ぶやつじゃん。護送車。はい、刑務所。え、一部屋しかないの？入ってるのかな、これ。いいでしょ、入ってるから。あ、すごい。うわ、あれは、だるまと。いや、マジで刑務所やん。ここで監視が。ね、いたんだね。じゃあ、あの時の陳列台で。じゃあ、お疲れ様でした。ここでお疲れ様でした。すごいね。あ、逃げられないように上のこぎりみたいになってる。本当だ。いいっすね。おい、どうしたどうした。おい、コンプライアンス守ってるって頼むよ頼むよ。これでこの後はこっちだね。で、こっち薪ストーブ。え、あ、危ねえ。危ねえ。ドンキーコングよ。ねえ、ザトロッコだよね、あれ。ね、ドンキー。いえよ。トゥルルン、トゥルルン。本日のお宿です。いやー、マジか。ちょいの間ちょいの間です。こちらでございます。雨風防げず。今日のアルミパーク、きちいなきちいでしょ。突然過酷。あんなに過酷。最適な空間があるのに、ね、いきなりほぼ川屋だもん。川屋We honor 巻き合ってる。
一応普通にどこでも薪が売ってんだし、あらアメリカですね。アメリカですね。ハロー、すげえ工具はちゃんと売ってんね。車そういう、あ、車の修理か。まあ、でもドリルだか分かんないか。確かに。あれありますよ、焼きそばひっくり返すやつ。一番わかるでしょ。使ったでしょ、こういうの。俺は使ってないです。いや、本当にスクレーパー、スクレーパーだよね。じゃあ、あれでアンダーさんの祈祷を。いや、スパーン。そんなねえから。そんなねえから。そんなねえから。面白いね、見てるわけで。あ、マルちゃんの焼きそばがある。本当だ、焼きそば、焼きそば、すごいね。楽しいぞ。いろいろ売ってるね。すごい。ちょっと言っただけなのに、うん、絶景が見れた。あんなに焼けちゃって。バッファローだ。おー、バッファロー。あれでも小さな街だったね。そうだね、こじんまりして、でもなんかいろんな歴史のものがあるような場所だね。そう、本当はね、あっちにも一ブロック先っていうのかな。はいはいはい、あったね。で、アメ車いっぱいあったから。今頃ライトアップされて綺麗なのかも。うん、もう帰りに通るから、それ見ながら帰るか。オッケー。セリグマン、どうでした？渋い街だったね。ね、なんか気候と天、なんだ、景色がすごかったから、なんだかんだずっとぼーっと見てた。雰囲気ちょっと良かった。雰囲気良かった、すごい。ね、で本当はいっぱいアメ車があった方が行きたかったけど、暗くなっちゃうから、先にちょっと、次の目的地の、はい、ロサンゼルスの方へ戻っていきます。めちゃくちゃ夕焼けが、すごいね。これ、ね、すごいね。神聖が染まってるね。すごい。誰が本日のライオンキングになれるんだ。ガオーガオー。みんな叫んでるからね。みんな我慢して我慢して。ギリ食ってるから。なんか言ってますよ、後ろで。いやー、あとちょっとだね。あとちょっとじゃねえか。まだだいぶ3時間半頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。よいしょー。めちゃくちゃ空いてるぞい。現在9時半ですね。9時半。はい、あと47分。今日のアルビカートに着きます。車が1台持ち込み、運転するー、運転するー、運転するー。パンオーケー。本日3回目の給油です。よいしょ。ほぼ半分ですって言えねえから1回半だよ。1回半、うん、まあ、まあまあ言うてるやったね。ね、僕が低いのよ。もうここから RV パークはもうすぐ近く。そう、2分ぐらい。2分ぐらい、OK。 明日の帰り、よいしょ、楽にするために今入れておく。あれ、洗うやつないの？そう、もう撤去されてるみたいな。ね、ガソリンのコンビニでカレー買っちゃいました。しかもめちゃくちゃいっぱい買っちゃいました。めちゃくちゃいっぱい買っちゃいました。 めちゃくちゃバリうま。バマなくてない、まだね、もう近くの RV パークに行って夜を使い果たしていこう。行きましょう。あと1分で、はい、ようやく何の町の何ていう RV か俺知らないんだけど。俺も忘れたな。なんだっけ、ここは。なんだなんだっけかな。なんとかベリー RV だったよね。ニューベリー、あ、それだ、マウンテン RV パーク。
これだ。ニューベリーマウンテン RV パーク。これがニューベリーマウンテンっぽい。ニューベリースプリングス。ニューベリースプリングス。RV パーク。RV パーク。まあまあ星が高かったから。下がめ。期待をしていいと思っている。もうあとすぐ着くもんね。多分回ってすぐぐらいじゃないか。ロサンゼルスから3時間ぐらいのとこですかね、ここは。2時間半ぐらいか。2時間半ぐらい。ここですね。どこから入ったここか。あ、EV パーク。RV パークが入ってある。あれ、ニューベリーマウンテン RV パーク。どれぐらい？ここだ。あーたー。一旦は到着。オッケーオッケー。あ、逆で。あ、いいねいいね。オッケーオッケー。オッケーだよ。オッケー。これは届きますね。うん。オッケー。オッケー。チェックワンツー。あとここは開くかな。開くね。開く。あ。火が当たるわ。もうちょっと後ろやってもいいです。うん、出てきる。まだ配管届きそうだわ。うん、じゃあいいよ。それってまっすぐ今俺。あ、うん、調子いいよ割と。いい、うん、まっす。あ、タイヤが、タイヤまっす。あ、うん、車体。あ、いいと思う。おらおらおら、もうちょっと、もうちょっと行けば。はい、オッケー。オッケー。これで木にも当たらない。開いたときに。じゃあセッティングしていきましょう。おい、よろしくお願いします。運転お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。水平を取っていく。水平を取っていく。取っていく。よいしょ。下から油圧かな、ジャッキが出てきますね。すごいね、これでもう、うん、快眠すぎて11時までで一番だから。またリュウちゃん何時までにロサンゼルス空港だっけ。2時のフライトだったから、うん、11時まで寝て朝ごはん食べて食べて遅刻で、あと1週間俺らと一緒にね。え、 OK 了解です。じゃあ行きましょう、はい、ここで海水をつなげていく。OK、 お願いします。気をつけてください、マフラーが出てるんで。おいよ。 OK、 待てます。で、これをここにバッカバ OK、 もうちょいバッカバ。よし、 OK、 おー、こいつが出てきた。出てきたぜー。 OK、オッケー、オラオラーイ、オラオラーイ、オラオラーイ、オッケー。給水もつなげていく。まあまあ、うん、じゃあ黒っけな。オッケー。そうか、シティウォーターフィルムのところで。そのままこういく？クイックイック回します。あ、そうなんだ。クイック回して締めて。こういうこと？そうですね。あ、本当だ。締めて。あと給電ですね。こう通して行って、あー、痛い痛い痛い。今のここを通して運動と自然ログにしてからつなげて、よいしょ。 OK、 あ、で、入れる前にちょっとエアコンだから。そうだね、ちょっと行ってきます。はい、今から給電開始するんで。はい、エアコン一回切ってもらった方がいいかな。エアコン切ってます。オッケー、オッケー、給電してきます。はい、ね、こっち行く。コンオフだったんで。じゃあ、あげまずー。おっ、30分。レッツゴー。火だ。ね、オッケー、これで電気もつけるはずです。オッケーです。いやいや、では、中で過ごしていきましょう。行きます。待って、ブラック、ブラック。おー、いっぱい次に行く。もう終わった？これ、黒は終わってない。うんうん、今のがトイレ。トイレ。で、閉めて、こいつが排水口だね。生活用水。生活用水。まあまあ少ないね。これで、これで OK。
で、棒だけ開けとけば、うん、シャワー浴びても全部流れてくる。全部流れてくる。あ、なるほどね。そうそう、これは開けていく。トイレ閉めてあるから、うん、また帰り、うん、開けて。そう、じゃあアンダさんのあのバッグにこれ繋いで。すごいよ、一緒に暮らせる。すごい匂いしてる、多分。怖いです。毎日は今日待って明日よね。あ、片付けていく。 OK。 よし、じゃあシャワーと風呂やりますか。疲れたね。まあ建築が多分10倍疲れるもんね。いや5時間運転したもんね。慣れない時間、後で発表しようと思うことがあるんで、ちょっと楽しみにしててください。怖いわ。怖いよ、そのパターン怖いよ。今から本日のメニューは、本日のメニューは和牛ステーキサーロイン。もうリュウちゃん今日最後の晩餐なら。確かに。そうだね、確かに。揃ったんで乾杯していきましょう。乾杯ですね。入れていくよ。お願いします。もう、はい、今日はね、そうだね、まずちゃんとやろう。しょじまっと今そのウイスキー美味しかったね。これ美味しかった。99度。うん、99度。ずっと言う99度。ずっと言う。それでは、はい、本日ラスベガス2日目から出発してグランドキャニオン。そうかね。そうだ ね。セリグも味があってね、うん、好きな人はもう止まらないだろう。 OK、 確かに。そして私、はい、本日走行距離563マイル。え、キロ換算すると906キロでした。よいしょ。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。仕事つれ。さっき計算をしたんですよ、うん、そしたら3カ所ノンストップで経由するあれで9時間38分でした。あ、これはあの休憩しないでの間ですね。あ、ってことはもう10時間以上は余裕でやってるね。苦しめられてました。社長って大変だね。社長って大変だね。大変だね。2分俺がどうしても言いたいじゃん。どうしても。よいしょい。なんと。え、なんと。なんとライスでございます。これ何米だろう。ジャスミン米かな。そうだね。うん、初めて食うよジャスミン米。そう、これがガソリンスタンドのチキンカレーとほうれん草のカレー。よいしょ。アボカドもこいっ、うまそうだったもんね。うまそうだった。よし、食べていこう。いただきまーす。もう一回乾杯。あ、危ない危ない危ない。よいしょ。うまい、うん、はい、ライスライス取って取っていい。いただきます。いただきます。ごめん。うまい、うまい、うまい。うわ、ちゃんと本格だね。すごいよね。なんかあのこっちのお店ってさ、こうやってくっついてるお店なのにすごいクオリティが高いよね。これ超クオリティ高いよマジで。本当だよ。これ超うまいよ。チキンもほろほろだもんね。ほろほろ。いただきます。いただきます。カチカチに見えたこれ。あ、やばいよね。本物だ。本物だね。乾杯。うめ。みちゃん今日一日頑張ったからね。そう、本当によく今日は頑張ったから。カレー美味しいな。ゆうちゃんのせいで俺ら死ぬかと思ったね。ね、今映像出てるかな、うん、ね、俺は隣に座ってるから、うん、じゃあもう分かるんだよね、どこに何があるのか、うん、でそれのまま行ったら絶対ダメなのが分かるからさ、うん、なんか2人とももうケラ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 しようね。あの死にそう行きすぎると笑うんだよ。マジで。なんか俺多分ケンイチ君と会って5年ぐらいもう経つよね、うん、以上ぐらいだったら、うん、初めてあんな汗かく人だもん俺。もうちょっと待って待って待って、あんな焦ってるケンイチ君初めて見て、ね、まあでも無事に、うん、何も何事もなく今日リュウちゃんが最終日、ね、どうでした今日の今回のこのリュウちゃんは4泊。そうですね、4泊かな、うん、こんな
自由な旅を仲間でやったのが初めてだったから、うん、そうだよ、そう、本当こんな自由な旅ってない、うん、先もまあ決まってんだか決まってないだかみたいな感じで、うん、自分たちで間全部決めて、お腹減ったらとか、うん、で生活しながらしかも、うん、確かに、ね、まあ大人になってからないよね、めちゃくちゃ楽しかったもんね、うん、今回は、はい、こんなにめちゃくちゃ楽しい旅に連れてきていただいてありがとうございます、はい、また来年も行きましょう、はい、ありがとうございました。キャバイ、キャバイ。ゆるいじゃん。お疲れ様です。4日間お疲れ様です。残り3日間頑張ってください。はい、怪我のない4日間。ロス、サンディエゴ、サンディエゴ、ロス。いいコースですね。はい、ちょっと海沿い行きたいですね。そうだね。海沿い行きました。じゃあ後半も3人で。回っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。気をつけてください。お疲れ様です。お疲れ様です。また。バイバイ。すごくない？ああ。すげえ。